さてと、いつもはここ曲がるんだけどな。まあいつも同じ道ってのも新鮮味がないし、まっすぐ行ってみるか。もうさ、上海もずっと雨でさ、まあ梅雨入りしたのかな。今日は久しぶりの晴れ間なんだよね。ここを曲がろうか。今日はね、久しぶりにね、カメラ屋に行こうと思ってんだよ。っていうのもね、あの趣味部屋にもう一個ね、Vlog に関する設備というか仕掛けというかね、そういうのを作ろうと思ってて、ただね、タオバオの中でね、いろんなものを見てもなかなかね、やっぱり現物を見ないことにはなかなかイメージが膨らまないからさ、現物どんなものがあるかなっていうことで今日はカメラ屋に行こうと思ってんだよね。今日はでも日曜だからカメラ屋も人が多いかもしんないな。実はね、もう今4時前ぐらいなんだけど、冬はね、みんなね、あのカメラ屋の中は5時ぐらいで閉まっちゃうんだよ。だからね、もうちょっと早く家を出たかったんだけど、昨日ね、夜遅くまで起きてたせいで爆睡しちゃって、もう起きたら1時半だったんだよね、昼の。昔ね、ここはアンユエンルーかな、この通りがジャンミンルーって言って、一本こっち側はチャンホアルーって言うんだけど、俺昔上海によく旅行で来てた頃ね、まだ日本に住んでて中国に来るのはまあ出張か旅行かどっちかみたいな、そんな頃は特に旅行に来る時はそのチャンホアルーのあたりにね、ホテルがあって、ハンティンだっけな、そこをね、常宿にしてたんだよ。俺の中で上海で最も馴染みのある地域っていうとね、やっぱ今でもこの辺りかなっていう気がするんだよな。なんかでもこの辺すげえ道直してて走りづらいな。あの辺もう取り壊されちゃって寂しいね。しかし走りづらいな、この辺。まあそれでね、ちょっと話戻るけど、やっぱりね、タオバオだとなんとなくイメージがつかないし、まあタオバオ何でも見つかるっていうかさ、何でもあるのはまあ確かにそうなんだけど、やっぱりほら、俺外人でしょ、そのやっぱりね、ちょっとハードルが高いというかね、そういうところもあるんだよ。例えばさ、なんか服買うとかね、なんか生活に必要な鍋買うとかさ、あとはなんだ、分かりやすい家電、洗濯機や電子レンジや、そういうものを買うのはね、何の問題もないよね。もうそれこそ何でもあるから、もう選び放題みたいな、そんな感じなんだけど、やっぱりね、ちょっと特殊なものとか専門的なものとか、まあそういうのを買うときはね、やっぱりかなり難しいんだよね、外人だと。というのはね、まずね、なんだなんだこりゃ、おー、何これ、上海ウィロービレッジレストラン。あー、レストランね、すーげー並んでんじゃん。今度来てみよう。まあいいや、そんなことしてる場合じゃない。あ、こっから先バイクダメか。まあいいや、話戻って、専門的なものとか、まあちょっと形が特殊なものとか、そういうものだとね、まずやっぱり外人はこれ中国語ね、なんて言うんだろうなっていうところから始まるわけ。それでさ、まあそういうさ、細かなこの特殊な器具とかね、そういうものはさ、一般の、おー、すげー鳴らすじゃん、そういうものはさ、一般の辞書とかには当然載ってないんだよね。だからね、そういうものを探そうとしたときは本当にね、なんか類似のものを見つけるまでの時間がすげえかかるんだよ。シュメイルシュメイル是这个路的。威海路在哪里？啊？威海路在哪里？
我还留是后面一条。后面一条。后面是。你到那个石梅一路，过来威海路在这口。啊，那边的。那边啊。嗯。好，谢谢啊。下个路口吧，应该。手机没电了，导航还导不出来呢。哈哈哈哈。没有导航的话，不方便的。まあちょっと話は戻って、で特にねカメラ用品とかってなってくると、俺の周りってね特にカメラやる人いないし、だから俺が探しているものが中国語でなんていうのかっていうのもねなかなかわかんないんだよ。まあいつもやってる方法は、有名なねカメラ用品メーカーっていろいろ浮かぶじゃない。例えばライトだったらゴドックスとかさ、三脚だったりするとベンロとか、まあ総合用品とかなるとマンフロットとかで、まずはねそういうメーカーのオフィシャルのお店に行って、タオバオの中でね、で俺が探しているものが中国語で一体なんていうのかっていうのをさ、類似商品を探しながらこう調べるわけよ。だそこからだからね、結構専門的なものを買うってなったら結構大変。うわすごいね、セミの声が。まああとはね、まあ今回買おうとしてるものでもさ、まあタオバオではさ何でも見つかるってさっき言っては見たものの、実はねなんかこうニッチなものになればなるほどやっぱりないんだよね。しかもね超高くなっちゃうんだよ。まあさ今回何を作るかっていうのは、まあ、また Vlog にするんでね、それを作るときにまだちょっと秘密にするけど、すごいね何か引っかかってるねこのおじさん。今回ね探してるものの中で、まあちょっと必要なパーツがあってさ、こういうものが欲しかったんだよね。一つ今回作るもののパーツの一つとしてね、まあこれね日本だと、まあ、一番安いところで4800円で、まあ300元いかないってところだね。なんだけどタオバオだとね、これマンフロットの商品なんだけど、マンフロットの旗艦店でも置いてなくて、でさタオバオだと最安が、あいくらだっけ、720元とかじゃなかったかな。倍以上なんだよ、 2.5 倍ぐらい。これはねもうさすがにバカバカしいっていうかね。まあだからこそね、今日は実際カメラ屋に置いてないのか、そのパーツが、それと他の代替になるようなものはあるかどうか、まあ他にもまあいろいろ見たいものはあるから、そういうことでちょっとカメラ屋に行こうとしてんだけどね。しかしひどくないこの価格さ。あれ、ここを右に曲がんなきゃダメ。あそこで渡んなきゃダメなんだ。ここはバイクレーンかな、バイクレーンだよな。うわ危ね、ここで U ターンしたいんだけど、ここ U ターン無理だな。あのマクドナルドのおじさん U ターンするな。いやこれは無理だ。しかしこの辺はバイクレーンが広くてすげえ走りやすいな。やっぱ中国の道のいいところはバイクレーンがしっかりあることだよね。上海ブラブラするとしてもね、なかなかねこのシエトゥールー、今ねこの道をこっちに行くと、カメラ屋になるんだけど、こっから南ってねなかなか行く機会がないんだよね。さてとまっすぐ行けば着くんだけど、なんか妙に U ターンが厳しそうだから、ここちょっと曲がっとこう。ここ曲がってちょっと裏道行かなきゃ。いやーでも結構日が傾いてきたな。まだ開いてるよなお店で、ここを曲がろうか。いや懐かしいな、カメラ屋来るのいつぶりだろう。多分前にカメラ屋に来た時って Vlog にしてるから、遡ればわかるけど、もう多分めっめっちゃ久しぶりだね。めっちゃ来てない。半年以上。やっぱバイクあると便利だな。さあ、じゃあカメラ行くか。
まあ意味ないけど。お、なんかまだ空いてるっぽい。ラッキー。 2 hours later。 一つも参考になるものがなかったな。とりあえずまた家に帰ってタオバオで調べるか。やっぱり行きの時に言ってたそのマンフロットのあの日本と中国でえらい値段が違うやつ、あれのね、マンフロットはやっぱちょっと高いから、中国ではなんか他のメーカーの、特に中国の国産のやつないかなと思ったけど、似たようなものすらなかったね。さてとどうしようかな。なんか飯食いたい気分だけど、今日ね、朝起きるのが朝っていうか、まあ起きたら昼だったんだけど、とにかくちょっと急いでカメラ焼きたかったんで飯をね食ってないわけ。そろそろなんか食べたいよな。コーヒーも飲みに行きたいけど、つきっぱらにコーヒーは具合悪くなるので先に飯だな。とはいえこの辺だとなんか毎回毎回さ、ケンズーファンに行くってのも俺的に芸がないし、別にテンスファンって飯食うとこじゃないしな。わあ、すっげえな、マセラッティ、何これ、ランボルギーニだ、ランボルギーニだよ、すごいね。こっちはさ、欲しいパーツが700元だっつって腹立ってんのに、ランボルギーニかよ。どこで飯食うかな。あ、そうだ、昔ね、何回か前の Vlog で俺カレー屋探してたでしょ、なんかジュールルーに引っ越したっていう噂のカレー屋、あれね結局あの Vlog の中では見つからなかったんだけど、なんかね Vlog 見てくれてる人からコメントが入って、これって今また引っ越してますよと、今こういう名前でやってますみたいなくれたんだよね。ちょっとそこ行ってみるか、それはありだな。確かシャンシーナンルーって言ってたような気がするから、とりあえずシャンシーナンルーに向かおう。お、アイバーソンだ。ここを曲がるか、シャンシーナンルーだね。うわ、暗っ。前に教わった感じだとファーハイルーより北側だったんだよな。多分なんかチャンラールーのあたりだったような気がする。いやでもこの辺雰囲気いいな、やっぱり。ヨンジャールー、あれ、ヨンジャールーといえば、ヨンジャールーといえばあのルーローファンだけど、いやいや今日はカレーなんだよ。まあそんなにカレーが食べたいっていうあれでもないけど。さてホワイハイルーまで来て、これを越えてチャンラールーまで行くんだろうな多分。うわ、人多いな今日。しかしカメラ屋行くと、今回は探してたものは全然なかったけど、やっぱ欲しいものだらけだな。またねカメラがね、サブ機が欲しいんだよね。昔写真撮ってた時はサブ機持ってたんだけど、なんかの時に売っ払っちゃったんだよな。ここに来てまたサブ機が欲しくなったね。まあね、映像を撮るのって結構カメラ何台あってもいいみたいな感じだもんね。いやーこの辺もいいな、素晴らしいな。ここでチャンラールーか、どこだ、あれないね、あれないな、この辺だったような気がするんだけどな。あ、あったあった、ここだな。カレー居酒屋、純粋なカレー専門店はやめたのか。もういっぱいだ、流行ってんな。すごいね、 IPA ビールとかもあんだ、ホワイトエール。IPA いいな。でも今日バイクだからな。
やばいなオムライス食べたい。これがカレーね。だいたい70円ちょいか。これが居酒屋メニューね。これだ、カレーだ。ナポリタンもいいね。決めらんないじゃん。いやどうしよう、ハンバーグカレーかこれだな。ローストビーフカレー、思い切ってノーマルなやつにするってのもあるな。ノーマルなやつにするか。来たね。ずいぶん可愛い皿に入ってんだね。うまそうやな。うまい、うまいけど高いっていうか、隣のこの麺の店も結構気になるな。次来てみようかな。まあうまかったな、やっぱり。まあ前の男子はいるの頃とはちょっと味が変わったような気もしないではないけど、それでもうまいね、あのカレーは。いや、しかしあの居酒屋メニューもね、ちょっと見たんだけど結構高いね、どれも。あとは気になるのはオムライスとナポリタンだな。次はあそこ行ったらオムライス食うかな。かなりうまそうな感じがしたな。実は上海で美味しいオムライスにまだ出会えてないんだよね。結構ね、オムライスのメニュー自体は結構あるんだよね。いろんな店でオムライスは売ってんだけど、やっぱりね、中国の人の好みに合わせてなのか、あの外側の卵にかなり油を使うんだよね、こっちのオムライスって。だからちょっとね、日本人には合わないかも。ナポリタンは、まあ、ナポリタンはいいかな。なんかメニューに載ってるナポリタンの写真があんまり俺の好みじゃなかったんだよな。ナポリタンは自分で作るしかないか。まあいいや、とりあえず地元戻ってコーヒーでも飲むかな。いやー、やっちゃったな。これわかる？ここひびが入っちゃったんだよ。やっちゃったな。前にさ、ノートパソコンのモニターをこう閉じるときに気づかなかったんだよね。これさ、マイクロ SD カードを挿して、まあ、MacBook のアダプター経由で SD カードとして使うためのものなんだけど、モニター閉じるときにね、ここに置いちゃってたんだよね。で、そのまま、それでこうなっちゃったわけ。それとさ、しばらく前からこういう現象が出てたんだけど、こうね、トラックパッドとかマウスとかしばらく放置しとくと、これちょっとわかる？タッチバーがね、なんか点滅し始めるんだよね。最初まあこのぐらいの範囲なんだけど、ほらほら、だんだん点滅し始めてきたでしょ。 SMC リセットとかね、電源系のリセットはやったんだけど、なんかいまいち効果が出なかった。今日ね、 Apple Store のジーニアスバーの予約を取ってるんだよね、すでに。まあ9時半からっていう時間なんで、もう外結構真っ暗なんだけど、これからちょっとしばらくしたら出かけなきゃなっていう感じ。まあ修理するとしても値段と期間だな、問題は。アップルケア買わなかったんだよね。それがね、今更ながらめっちゃ後悔してる。やっぱね、アップルケア買わなきゃダメ。でだ、実はね、今シャープ69の Vlog の編集中で、まあほぼできてて、ほぼできてんだけど、まだね、この翻訳をね、チェックしてないんだよっていう状態なんで、このままもしこの MacBook を修理に出すとしたら、またちょっとね、もしかしたら修理期間中アップロードできないかもしれないから、 Vlog だから、ちょっとね、ファイナルカットのライブラリーだけちょっと外付けのハードディスクに移しとかなきゃなと。とりあえずね、こいつにライブラリーだけコピーしとこう。で、もし今日こいつ持って帰れなかったら、もうこの13インチの MacBook Pro で編集の続きするしかないね。しょうがない。よし、コピー終わったから行ってくるか。
よし、着いた着いた。治ったよ。5分で治った。5分。まあテープ貼っただけだけどね。なんかね、この割れた部分ね、これはこのディスプレイと部品が一体化されてるんだって。だから単独でこの割れた部分だけを交換することはできないと。で、交換するとなると中国だと5000元かかんないぐらい、日本円にすると8万円ぐらいかかるっていうのね。で、アップルの人が言うには、ディスプレイは他の要因でいつ壊れるかが分かんないから、そのどうせこれ全部取っ換えるんなら、ディスプレイに何か問題が発生した時に交換した方がいいんじゃないかって。で、今ここが割れたことでディスプレイには何の影響も出てないから、ここはテープで補強して、交換はディスプレイに何か問題が起こった時にした方がいいよと。うん、もう最もだね。そんだけお金がかかるんだったら、もう言われた通りそうすべきだね。で、こいつね、このタッチバーね、これはまだ買って1年も経ってないから無料で交換すると。アップルケアがなくても無料なんだね。まあ交換するときに、まあ 1% か 2% の確率でデータが消えるかもしれないと。まあすごい低い確率だけど、そういうことも起きうるから、念のため先にバックアップ取った方がいいよっていうことで、とりあえずね、今日は持って帰って、来週ね、またジーニアスバーを予約したんで、その時に持って行ってこのパソコンを預けることになるかな。まあタッチバーね、これもこうやってマウスというかトラックパッドとかさ、いじればあのチカチカするのは消えるから、特に仕様に問題はないんだけど、まあチカチカするの鬱陶しいよね。だからもう来週直しちゃおうかなと思って。まあもうとりあえずこいつの扱いには注意しないとね。